あの本当にちょっと短い時間になっちゃうかもしれないんですけども、そうメイクもちょっとちゃんとできなかったわ、考えてみたら。よしよしさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。ということで、ワッチ見たよってことで、あ、今日はワッチさんの放送があったということでですね、あの青森の、はい、放送だったんですけれども、なので青森にいらっしゃる方はですね、見てくださった方もいるかなと思うんですけども、メンバーのシュリちゃんがターニングポイントという、番組のコーナーで特集されたということで、見てくれた方ありがとうございます。でちょっと私たちはね、その青森に今入れなかったので、そのリアルタイムとかで見ることはできなかったんですけども、でもこうやって報告してくださってありがとうございます。のびたけさん、ゆすこんばんはということで、こんばんゆす、ありがとうございます、よろしくお願いします。そして赤羽さん、こんばんゆす、ありがとうございます。こんばんゆす、よろしくお願いします。そしてのり兄さん、こんばんは、来てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。青森県を熱く言ってくれてありがとうということで、で青森出身のねすりちゃん、本当に素敵だったなっていうふうに思いますので、って言っても私ちょっと見れてなくて、どんな内容なのかっていうのがちょっと分かってなくて申し訳ないんですけども、見れた方はですね、羨ましいなというふうに思います。あ、よしさん、よしさんハートありがとうございます、お願いします。ということで、すごいちょっとメイクが全然できていないけど、まあまあそういう日もありますよね。てか目がね開いてないんですよ、ちょっとなんかスパスパしてて、ブルーライトカットの、伊達メガネを、まあ、買ったっちゃ持ってるっちゃと、まあ買って持ってるっちゃ持ってるんですけど、なんか集中しようと思うとなんかいつの間にか外してるんですよ。で目が結局スパスパしてるっていうね、すごいすごい、よいしょよいしょ、やばいやばい、まあこういう時もある。情熱大陸みたいな感じになってる。あ、そうなんですか。え、かっこいい感じなんですか。じゃあなんかその一部分しか、なんか雰囲気でも、雰囲気はどうだったかな、なんか楽しげな、いや分かんないな、本当にごく一部しか、自分はその収録の現場の空気を分かってないので、ああってことはそっか、全然違うと思います。多分情熱大陸系なのかね、そんなに開いてるのにか、いや開いてないです、本当にね、今なんか眩しいんですよね、眩しいってなんて言ったらいいんですかね、例え方が難しくて。あ、エルちゃんヤッホーヤッホー、よろしくお願いします。今夜も、あ、ヤマさんこんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。いや本当にね、目薬したら大体復活するんですけど、ここに目薬はないので。そうなんですよ、私なんかまあライブの時は頑張りますけど、編集する時そんなにメイクね、そんなしてないような、するけどしない、しないけどちょっとするみたいな感じで。あ、ふたちゃんこんばんは、バブバブ、ありがとうございます。こんばんは、バブバブ、ふたちゃんよろしくお願いします。そうですね、そうな、そうなんですよ。あ、でもなんかやろうかと思ったけど、あんまりアイテムがなかったわ。なんですかね、最近の私のメイク道具。冬になると、まあちょっとなんかメイクのコスメをまあ新しくしようかなと思う場面もあって。あ、ワイモさんこんばんは、ありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。なんかそうだな、眉毛の色をちょっとこうやって赤っぽくしたりとか、ピンクしたりとか、あとはなんだろう、リップオイルコートって言って、なんかリップが落ちないオイルをこうやって塗ったりとか。痛い、やばいやばい、ちょっとはみ出しました。あとは、ああそう、分かった、今日目力がね、やっぱね、目がねちょっと引っ込んでるのでね、目力を入れたりとか、
あとなんかこの間のあれいつだったかな、いつだったかライブイベントなんかの時に、あ、うよりさんこんばんイス、そしてファンレベルが、8に上がってくれてありがとうございます、よろしくお願いします。そしてコンベイさんこんばんは、来てくれてありがとうございます、お願いします。あのなんかね、なんかすごい二刀流のコンシーラーをゲットしたんですよ。なんかコンシーラーってなんかこうなんか何ちょっとなんかこれ明るいんですよね。あ、なんかコンシーラーっていうのは例えばその目の下のクマとかなんか隠したい部分を隠したりするものなんですけど、これはねあのスティック状になっていて、こっちが固形タイプで、こっちはなんか液体タイプ、液体っていうのかな、クリームタイプになってる、そのなんか二刀流のやつを買ったんですけど、なんかその時のテンションで買ったんですよ。あ、なんか急いでたし、そんなになんかちゃんと私ゆっくり見ないとメイク用品ってそんなにたくさん持たないようにしてるので荷物重くなっちゃうんで、なんかその吟味して本当にこれがいいぞ、自分に合うぞってものだけを持ち運びたいなって思ってるから、そんな買わないんですけど、なんかこれはちょっとなんか気づいたら本能的に買ってたみたいな感じです。これめっちゃなんかマスクしてても取れないから、なんだっけこれ名前が、あ、ティルティルだ。ティルティルってなんかアイドルがよくその楽屋でクッションファンデーションっていう、まあファンデーションの何ファンデーションか使って、なんか赤ピンク黒ってなんか確か3種類あって、アイドルがよく楽屋で使っているのを見てるんですけど、それのティルティルのコンシーラーバージョンだから部分用のなんか使うスティックみたいなので、まあこれマスクしてても取れないっていうのはいいことだなと思ってます。うん、マスクしてると大体ね取れちゃいますからね。でもなんかライブ終わってもそんなに取れないってことは、やっぱ汗とかに強いんだ、これはこのティルティルというシリーズはね、思いました。うよりさんおつゆさまですということで、改めましておつゆさまです、よろしくお願いします。今夜のゆすにゃんも可愛いレベル最上段、あーすぎてつらたんってことでありがとうございます。今夜もよろしくお願いしますね。あ、そうそう、なんかあ、星投げゆすにゃんもありがとうございます。今日を振り返ろうと思った時に、なんか今日何やってたかなって思ったら、なんか朝ちょっとだけ、はい、ちょっとじゃないな早起きをしたというか、早起きじゃないな、一瞬寝て、なんか数時間だけうとうと寝た後にはって起きたら、もうサッカーが後半戦に入ってて、すごいびっくりして、あのテレビずっと見てたら気づいたら2時半とかになってて、それその後ぼんやりしてたら気づいたら4時ぐらいになっちゃってて、で、あ、もう一回ちゃんと寝ないといけないなーって思って寝たけど、中途半端に寝たことにより朝めっちゃ眠くて、でそのままレッスンがあって、でレッスンが終わった後また眠くなっちゃって、どうしようかなと思ったけど、とりあえずもうなんかやるしかないから編集をして、で今に至るみたいな、そういう感じでしたね。なんかそういうね、やっぱなんかでも嬉しかったし楽しかったし、サッカー見れたことによってすごいいい気持ちで、あの私は朝を迎えられた気がします。ティルティルのコンシーラー G 様にはどこかの異世界用語言語にしか聞こえないってことで、あ、よしさん改めましてこんばんは、よろしくお願いします。なんかねそういう可愛い名前なんですけど、これは韓国コスメなんかな。そう、でも韓国のコスメ、そうだな、そんなに私は詳しい方じゃないんですけど、でもなんか売り場にあると、あ、見ちゃうから、見てていいなと思って手に取ってちょっと気づいたら買ってるみたいな。延長でプラス30分になってました、
そう、あ、そうだからか、そうそうそう、延長戦に気づいたらなってたんね。で、いや後半のアディショナルタイム、アディショナルタイムが出るか出ないかの時に、私はもう怖くて結構なんか耳を塞いで丸まってたんですよ、サッカー 見ながら一応で、なんかこれ延長戦来るかなってこう思って、で、なんかね、その延長戦ってたまにこうさ、人生で延長戦に出会うじゃないですか。うわ延長戦だみたいな、でそういう時にやっぱこうそわそわするし、そこでね何が起こるかまあわからないから面白いんですけど、それでずっとそわそわしてて、そしたら PK になってたんだ、その後も気づいたら、あ乗り換えだまたねってことで、あ旦那タンさんこんばんはさん、ありがとうございます、お願いします。そうそれで PK になっちゃったと思って、私はもう PK、 みんなもそうですよね、 PK ってね本当にどうしようってハラハラするじゃないですか。だから私もずっとハラハラして見て、あってなってました。てかもうね見てないです、音量をゼロにしてテレビので、ただずっと布団の中で丸まって時が来るのを待ってて、なんか前回 PK を経験したのはあれもそうですね、高校全国高校サッカー選手権第100回前回去年ので、それでねあれは柏の葉かな、柏の葉キャンパスかで、まあいやあれ本当にね、本当に緊張ったんですけど、 PK になるかなならないかな、なっちゃったと思って、その瞬間に PK って結構やっぱ現地だとなんかすごいね、その休憩とかもちろんないくてすぐ PK 戦だよっていうテンションになるんですよ。だからあれって、まあ、一瞬その選手たちでその、まあ、丸くなって会議みたいなして監督とかも指示出してる時間は、いやあれ本当になんか体感3分ぐらいな感じ、すぐ本当に切り替えて PK 戦に行くんですよ本当に。あ、ヨシさん流れ星ありがとうございます、嬉しいです、願いが叶いますようにありがとうございます。 PK を見てられんよねってことで、そうもう本当に、だから私はすぐ始まるの知ってるから、もう急いで一旦ちょっと席を離れるんですよ、もう本当に怖いからでも選手のこと信じてるのに、だけどなんかやっぱね見れなかったんだ、やっぱうん本当になんだろう、まあユスもねそこは強くなってさ強く応援しなんないのは分かっているんですけど、もう外のなんか共有スペースに行って丸まってとりあえず耳を塞ぐんですけど、でもやっぱ PK ってコロナ禍でもやっぱりコロナ禍は応援歌とか歌えないけど、やっぱおーとかわーとか、あとなんかねボールを蹴る音がすごい響いて聞こえてくるから、シーンってしてる中でダンって蹴った音とわーみたいな歓声がどんなに、ね、耳を塞いでもこう聞こえてくるわけなんですよ。そうなんです、だから私はそれ結構ハラハラしながらこうやってうずくまってて、で結構時間が経ったなと思って、でなんかそんなになんかそのわーって歓声も聞こえなくなってきたなと思って、あの席に戻ったんですよ。そしたらまだやってて PK が、で私が応援する学校が、まあ、負けてたんですよ。であーと思って、でももうさすがにここまで来たら私はもう最後までこの試合を見届けようと思って、もうどこかに行かずに耳を塞がずその瞬間をこうやって祈ってて、まあそしたらねちょっと負けちゃったんです最後。だからあー本当に切なくて悔しくて放心状態にちょっとその時なっちゃったけど、でもなんかあの時思ったのは、いや PK の瞬間も私はちゃんと最後まで見届けるんだ、見届ける人になろうと思ったのに、昨日の試合は見れなかった、やっぱまあまだ私は強くなりきれてないです。今大会1試合も見てないな。竹水さんこんばんはイースありがとうございます、お願いします。でもまあね確かに夜中ですもんね、ほとんどがね。かなめいじゅんさん初訪問ありがとうございます、お願いします。 PK 戦を見てて震えました、僕も見てるだけなのに悔しすぎて泣きましたってことで、本当にもう
あんなに人生でハラハラするとはっていう瞬間なんですよ。でもね、なんかそのでも PK も含めて、あと当たり前ですけど、本当にあの試合形式としてはすごいこう緊張感しかね漂わないぐらい、本当にもう、どうしようって私だったらもう、あれどうやって決めるんですかね。やっぱ普段から PK は PK でそのレッスンをしてると思うんですけど、ちゃんとだからもう決まってるか、そりゃ。まあでもその日のコンディションとかあれもあるから、まあその場でも決まると思うんですけど、いや私だったら誰行く誰行くみたいな、だっていや私多分ちょっと多分今日ね外すわみたいな なりそうだね私タイプは。まあプロはそんなことはね絶対ないんですけど、ミスだったらやばいです。 PK って蹴ったと同時にキーパーが飛ぶから、キーパーの白打連って何ですか、飛ぶ方向。なんかキーパーの方はやっぱり蹴る直前の、まあ、動きもそうですけど、なんか絶妙なこのなんか目の目線の動き方とかもしっかり見てるらしいんですよ。でもさ、それもさ、あのなんかわざとさってやるかもしれないし、まあペイントかける時もあるじゃないですか。よく私もね、あの PK のさ動画見てるとさ、こうやってスッスッて来てこういきかけてこういくみたいなあるから、そんななんか一筋縄じゃお互いいかないですよね、と思って。そうそうそう、でね、みんなで PK でさ、あの打つにメンバー以外はこうやって手つないでみんなで一列で待ってるみたいな、ほほほってなってね、すごいドキドキするんですけど、でも PK って本当にそのなんだろう、これあの本当にいい意味って言ったらなんですけど、ポジティブな意味で言うと、なんかその結構まあでも運だからっていう意見もあるじゃないですか、運だからねって。でもあの、まあ、運もあるのかもしれないですけど、もちろんもちろんもちろん勝負の世界っていろんなものがあると思うんですけど、でもなんかやっぱそれも含めてお互いに準備してきたわけだし、その正々正面からこうボール蹴ってシュートを目指してキーパーの方もね止めるために、チームを守るために全力でやるわけですから、やっぱそこもね、本当になんか相手の皆さん、本当にそこも含めてすっごい強かったなと思うわけです。私なんかそのなんか全本当にでも PK 本当私何試合ですかね、なんか見て生の PK 本当に心臓バクバクすごいんですけど、なんかまあね、なんかそこまででもいい試合してる証拠ですから、本当にせめぎ合って、だから PK 誇りに思ってさ、こうやって待ってるわけですよ、つって。そう、いやすごいよ、でもかっこいいですよね、 PK も含めてすごい。バクチバクチバ、バクチって言うんですね。そうね、なんかまあ読もうとして、でも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 みたいな、真逆だったらねはぁーってなりますもんね、いやって言って。エルちゃんファンレベル9に上がりましたってことで、ありがとうございます、上がってくれて、今後もよろしくお願いします。高田聖火さん、初訪問ありがとうございます、お願いします。そうだから、昨日はそう、まあ悔しくねあれだったんですけど、ベスト8の姿も見たかったけど、いや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 、本当に素晴らしい試合だったなって私は思って、なんかその悔しかったけど、私選手の方々のさその後のインタビューとか見るとあーってこう胸がギュッとしたけど、でもなんかすごいこうなんかこうすがすがしいというか、いや素晴らしい戦いを見れたから、なんか私はもう勝手にこうね、なんだろう、なんか心がめっちゃ満たされたというか、いいものを見たなみたいな気持ちでした。9やった、今月もあと1つで
ね、早い、本当に早い。今月だってまだ6日 ?6 日なのに、すごい。エルちゃん早い、ありがとうございます。あの、みたけさん、ファンレベル11に上がってくれてありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ね、っていうね。まあ、サッカー、次私がサッカー見るのは高校選手権です。選手権です、選手権。でも去年、まあ、少子高校のディフェンスの、あの、もうめちゃくちゃこうね、あの、すっごい、もう なんだろう、もう超高校級、あの、チェイス・アンリー選手が、あれ、なんか本当に生で見た時に本当になんかこう身長もやっぱ飛び抜けてるなって思ったんですけど、なんかチェイス・アンリーさんが、あの、ヘディングとかすると、やっぱこのさ、競り合いでも、せめぎ合ってる競り合いでも、やっぱこの打点高いんですよ。ジャンプも、ジャンプ力もすごいから、こう、そのヘディングとかでもこうやってバーってすごい勢いで、あの、チームにボール回すんですけど、その音がもう違う、全然違う。なんかその、今シーンとしてるかな、ピッチ、そのね、だからその蹴る瞬間とかヘディングの瞬間の音がダイレクトに聞こえてくる分、なんか他の選手ももちろんすごい迫力あるんですけど、チェイス・アンリさんの時はなんかもう音のなんか音量、もう音量、え、なんかもうビエサーみたいな、バシーみたいな、すごいんです、迫力が。だから、あ、パワーめっちゃすごいと思って、すごいです。あと、なんか本当に、あの、私のような全然サッカー経験もない、ただ見るのが好きな素人から見ても、なんかすごい、あの、そこにいてくれるみたいな、もうちょうどなんかいい場所にいてくれて、すごくこうクリアしてくれたりとか、あの、本当に、あ、ここにボールがあったらなーっていう場所にこうパスを出してくれたりとか、すごいんです。で、なんかそのチェイス・アンリ選手がなんか次のワールドカップのなんかディフェンスとしての、まあ、日本代表の予想みたいな、入ってるんじゃないかみたいな、そこにチェイス・アンリさんの名前があったから、私はすごいと思って、へーって、4年後楽しみだなーと思いました。なんか、なんだろうな、でも、あー、そうですね、嬉しい。3つも止められてしまうとは、これが世界にレベルのサッカー、世界のレベルのね、サッカーってことで。そうだね。でもすごい、あの、お相手の皆さん、ゴールキーパーの方もすごいさ、ね、絶対すっごい日々鍛錬を、だってちゃんと PK のね、レッスンすごいしてたって言ってたから、そっか、そうだね、すごいなって、うちらも頑張ったけどさ、世界ってすごいなって、やっぱあの勝負の瞬間でそういうさ、セーブできるのってやっぱ本当に、あの、すごいことなんですよ。だから、なんか、まあまあ運もあるかもしれないけど、でも本当に素晴らしい対戦相手だったっていうことだと私は思うんですよ、本当に。だから、うん、なんか見てて刺激もらったから、自分も頑張ろうみたいな。来年のユース卓上カレンダーあるの？来年は、あの、けっぱって東北としての卓上カレンダーになりますっていう感じです。今、福袋の受付が12月の11日まで、あ、あの、受け付けてるんですけど、2023年の卓上カレンダーとか、お年が好きし、あと特典券10枚、グッズサイン券とか、そういう、あの、トータルで考えたらすごいお得にゲットできる、そういう福袋の内容になっているので、ぜひ皆さん忘れなく、福袋ゲットしてくれたら嬉しいです。今回、森保監督、日本代表選手が計り知れないほどのサッカーの魅力を教えてくれましたということで。そうですよね、本当になんか、あの、みんな日本中が一丸となって盛り上がって楽しく、ワクワクしながら、ね、
できるこの期間って楽しいなって改めて思ったんで、また次 どの国を応援しようかななんて思いながらね、あれしたいと思います、楽しんでいきたいと思いますね。お疲れ様でしたって言いたいですね、日本代表の皆さんに。えっちゃん、少し配信といつ25分経ったけど大丈夫？大丈夫です、あの大丈夫ですか。なんかもうとりあえずなんか今夜頑張ろうと思って、もうなんかその昨日はで、あのさすがにサッカーをみんながこう見て頑張ってさ、日本代表選手頑張ってる中、私はそれを干して編集はできないと思ってたので、そうだから その分今日はちょっと一日頑張ろうかなと思っておりますんで大丈夫です。まあでもなんかそれに心配かけちゃうのもあれなので、そろそろ告知タイムに行こうかなと思うんですけども、次のライブが12月の10日に横浜ミュージックハーバー2022に出演させていただきます。横浜のそのみなとみらいのコスモワールドさんで行われる、コスモワールドの中央広場でやるライブなんですが、こちら皆さんにね、あの冬ソングもお届けできるかなと思いますので、どうかよろしくお願いします。はい、あの詳細というかなんか出演時間いただいたらすぐ告知しますのでよろしくお願いします。そして、福袋はその次の日12月11日までの受付なのでお忘れなくでお願いします。あ、そうだ、その前に明日か、明日はけっぱって東北のみんなでの配信があるんですが、あれ配信時間って告知されてましたよね、なんかあれ変更になったんかな、19時半になってたかな、あれなんかその明日ちょっとその前に別なものがあって20時だったかな、あれちょっと最後確認するんですけど、あの告知にでも出てるのが全てって感じです。待って、でも当初とちょっと多分時間変わってると思うのでちょっと改めて見ていきたいと思うんですけど、明日の配信があの初めてやるんですけど、あのトークポートっていうアプリじゃないな、サービスっていうことで、まあ、やったことある方もいらっしゃると思うんですけども、トークポートは、1対1で動画を見ながらというか、お互いなんかなんていうの、テレビ電話とかあのズームみたいな感じであのお話ができる、そういうサービスっていうことなんですね。で、その枠をゲットしてもらったらその枠を一緒に話せるっていう形なんですが、まあ、自分も初めてだからちょっとどんな感じなんだろうってすごいドキドキするんですが、ですね、まず見たところによると最初にその多分登録が必要なので登録だけ最初まずしていただいて、でトークポートの枠の販売が明日のお昼の12時からということなので、12時になったらあの叱るべきタイミングであのトークポートのお申し込みをしていただけたらありがたいなというふうに思っています。あ、20時だよ、あ、配信が20時か、20時でトークポートが21時からですって。ありがとう、ゆるちゃん教えてくれてありがとうございます。なるほど、理解しました。そう、最初にじゃあけっぱって東北としての配信があった後に、トークポートなんですね。なので皆さんぜひよろしくお願いします。あの、美竹さん、サッカーボールありがとうございます。すごい。こんなにたくさんのサッカーボールありがとうございます。嬉しい。なんかね、いいですね。今の時期、ぴったり。僕はサンタ帽、赤 T シャツ着用のユースニャン装備を準備します。ありがとうございます。楽しみに待ってます。なおちさん、ファンレベルが5に上がってくれてありがとうございます。イェイ。はい、それでもってあとですね、あ、そう、あとそれで、ね、あと東北遠征なんですけども、東北の遠征がですね17に、仙台でリリースイベントがあります。これでもまだ詳細が確か上がってなくて、でももう差し迫ってるんで、うん、
あの、あ、でも明日の配信でちゃんとなんかレギュレーションとか言えたらいいなと思うんですけど、で、あの、本当に詳細をあの早く皆さんにお伝えできるようにしていきたいと思ってます。はい、それでもって、その次の日18日が、青森県でのライブがあります。アンプロさんの主催公演ということで、すっごい楽しみです。なんかもうみんなに会えるのも楽しみですし、もう青森に行けるのもライブができるのもすごい嬉しい楽しみっていう、そういう夢のような感じですね。 2days 仙台青森、これがあの年内ラストの遠征となる予定でして、まあでも今更多分どこか行くよとはさすがにならないと思いますね。なぜなら師走だし、みんなもいろんな予定があると思うので、はい、なので一個一個のね情報を明日かな、明日でもケッパテの配信でもちゃんと説明ねできる状態にあるようにしてあのもらいながら、自分たちもちょっとねあの聞きながらやっていきたいと思います。なのでまあ明日も20時から配信があって、その後21時からトークポート、何卒よろしくお願いします。はい、あとはまあ本当にツイッターとかですかね、見てもらえたら嬉しいなと思います。私もあのちょっと最近バタバタしちゃってますけども、あの情報とかはあと逐一皆さんにお届けできるようにしていきたいなと思っておりますので、とかよろしくお願いします。のびたけさん、サッカーボールありがとうございます。いただきました、やった。はちみつ兄さんのファンレベルが6に上がってくれてありがとうございます。ありがとうございます。ということで、では皆さん今日も本当にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。